はい、カブトムシのオスが1匹、2匹、3匹、4匹ですね。カブトムシのオスが4匹です。で、カブトムシのメスが3匹ですね。この下にいますけども。で、ノコギリクワガタのオス、ノコギリクワガタのメスです。あと、ここにコクワガタのオスがいます。これですね。はい。コクワガタのオス1匹、ノコギリクワガタのオスとノコギリクワガタのメス。で、カブトムシのオスですね。で、カブトムシのオスが1匹目、2匹目、3匹、4匹目、カブトムシのメスが3匹です。ですから、カブトムシが、オス4、メス3です。ノコギリクワガタは、オス1、メス1、コクワガタのオスが1匹です。はい、2023年7月23日、カブトムシは、活発に動いております。このチャンネルが役に立ったか、興味深かったと思われる方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。できましたら、高評価もよろしくお願いします。